はい、どうも皆さんこんにちは。今日は2022年の2月の21日ですね、月曜日です。ちょっと家を出るときに雪がちょっと舞っていたような感じがしております。気温もかなり低くですね、また今週も寒いような感じがしております。春はいつ来るでしょうか。さあ、なき1号金活ライティー2両編成ということで、本日もですね、なき号はオール2両ずっと更新をしておりますね。そんなところでございますね。さあ、これがキロ85の2からキロ85の4にちょっとね、変更になっておりますね。さあ、車両区、これキロ84201は、土日に飛騨5号と飛騨9号の増結のね、列車でしたね。あ、列車というか車両でしたね。向こう側にいるちょっと85系は1700番台が向こうにいますね。1700番台が向こうにおりました。3両編成ですね。さあ、近鉄の普通電車ですね。あと飛騨7号富山行きについてはサイクル通りですね、昨日の飛騨3号の富山編成が使われております。さあ、飛騨5号ですね、飛騨古川行き、特に増結ございません。さあ、本日の目玉としましては飛騨1号がですね、増結しておりますね。飛騨1号が増結ということで、平日増結は珍しいなというところでございますが、飛騨1号は本日6両編成ということなんですから、昨日のですね、あのまま増結車両がくっついているんじゃないかなというふうにちょっと推測しますが、ちょっとね、現物を見てないもんですから、ちょっとどうかなというところでございます。さあ、南紀2号の到着ですね。さあ、この、動画はこれで終了でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またですね、撮る時がありましたら撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまた会いましょう。どうもありがとうございました。